メダル圏外で迎えたラストトリック。その時、五輪初代王者の目にはライバルは映らなかった。落選寸前で掴んだ舞台で大技を決めた時、胸に巨来していたものとは。パリ五輪金メダリスト堀米優斗が育った公園でその思いに迫った。発売中のナンバー臨時増刊号、パリ五輪熱狂の記憶に掲載の五輪連覇インタビュー、堀米優斗。 最後の一本は自分への挑戦。より内容を一部抜粋してお届けします。伝説写真。もう無理なのかな。堀米優斗が今明かす逆転金メダル。やっぱり何回見てもやばい。奇跡のトリックの決定的瞬間パリ五輪後の爽やかな姿も特殊。もう無理なのかな。奇跡の大逆転で金メダル。東京五輪王者の苦戦にハラハラドキドキしていたのは、 周りで見ているファンだけだった。泣いても笑ってもラストトライ、直前にジャガーイートンが大技を決め、自身は7位まで交代しているというのに、堀米優とは別のことを考えていた。最後のトライは緊張より集中の方が強かったから、誰が決めたとかもあまり関係なかったです。もちろん接戦だったら点数を見ていたと思いますけど、もう一切点数も計算してませんでした。 ノーズを引き、回転し、テールがレールを捉え、完璧に着地。最後の最後で堀米は感情を爆発させ、大きく吠えた。97.08という大会最高得点をマークする奇跡の大逆転で、金メダルを獲得した。金メダルを取るのに96.99が必要というのも知らなかったですね。もう無理なのかなと思っていましたから。 点数よりはトリックの型にすごく集中していました。三本目くらいまではないじゃヒューストンもジャガーも調子が良かったから、その時の方が緊張してましたね。一度周りをシャットダウンした。五輪連覇を果たした堀米は、地獄のような三年間でしたと振り返った。東京五輪以降に採点ルールが変更されたことも堀米を苦しめた要因の一つだった。 東京ではランとベストトリックから4つのベストスコアが採用されたのに対し、パリ五輪の出場権をかけた予選シリーズではランの得点が1つ、そしてベストトリックの得点が2つ。ランの得点がより重視される新しいルールは、ベストトリックを得意とする堀米にとって不利なものだった。上海大会ではまさかの予選落ち、パリへの切符は絶望的とも思われた。 他の大会では結果を残せることもあったんですけど予選シリーズは最後のブダペスト大会まで一回も優勝できなかったし予選落ちも多かったのでその中で周りの目が気になってきつかったし滑りきれたとしても点数が伸びなかったり思い通りにいかないこともありましたアメリカですごく楽しそうに暮らしていると思われているかもしれないですけど全然そんなことなくて 一人の時間も多くて一度周りをシャットダウンした時はあったかもしれない。ブダペストの前くらいまでは一人で滑ることが多かったです。ブダペスト大会では土壇場でノーリー270ブラントスライドをメイクしてパリ五輪リ出場を決めました。それから心境の変化はありましたかコーチの早川大輔さんがアメリカに来てくれて、いろいろ話して違うスケートパークにも行くようになって。 オリンピックを目指しているスケーターと仲良くなって一緒に滑り始めたんですけど、そこでみんなのモチベーションが感じられて、自分も気持ちを上げられた部分はあって、だから滑る時間も長くなりました。